ここは暑いですね。さっきまで涼しい控え室に来て。そうですね、はい、ここ暑くないですか。さすがです、はい、さすがに。あの暑いのは全然平気な方ですか。あ、寒いのよりは好きですね。あ、はい、そうですか。今日はじゃあ岡山からお越しいただいて、はい、岡山も暑いんですかね。めちゃくちゃ暑いです。暑い、もう日本全国どこ行っても暑いですからね、はい、今日は6と8の2回トークショーを行っていきたいと思いますけれども、神田の英一、昔からもうすごい有名な進学校出てて。いやいやいや、普通の、いやいやいや、はい、勉強ばっかりしてたって言って、はい、賢いんですよ。あ、じゃあまあ、ユースインタビューは来たことあるけどトークショーは初めてということで、はい、光栄です、ね、ありがとうございます、はい、で今回皆さんとお揃いのこのナイターグランプリの、ありがとうございます、サポーター T シャツを着ていただいて、はい、もうめちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。めっちゃ笑われてます。来てくださいよ、これ肩にかけてないで。来たら涼しいんですもんね。これめちゃくちゃいいです、ね、これちゃんとここにあの日付も書いてあって、これは左の袖、はい、これね、はい、これなんすか。ちょっと泣いた。あ、炭の湯。そう、炭の湯の何やと思いました。これあ、7個の黄金の、黄金の7個って何ですか。7個、これ何ですか。これアザラシですね。あ、炭の湯、もしかしてあれですか、キャラクター。ここに、ここにいるキャラクター。あ、ドルフィンですね。適当に言ってきた。これね、黄金のヘルメットを白く印刷してあるんですよ。だから皆さん家帰ったら、あのマジックで、金色のマジックで塗ってくる。なるほどなるほど。わしゃれてますね。はい、ありがとうございます。今日来ていただいてお話を伺っていこうと思いますけれども、炭の絵は結構相性良くて、 G1 も取ってますし、はい、G1、はい、で優勝もあと1回してて、めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、で自分の中ではそうなんなかったですか。いや、いいと思います、はい、いいですよね、はい、好きな炭ね。いやー、なにくいですね。あかん、あかん、ちょっとええとこ聞いていきたいと思います。私、トダ、皆さんもそうやと思いますけどね、あの小島でダービーがね、地元で開催されるから、トダずっと一生懸命多分応援してくださってた方見てたかと思いますけど、はい、ちょっと残念でしたけど、まだちょっとチャンスはありますから。マジっすか。え、あ、ほら、メモリアル。あ、メモリアル、はい、ね、皆さんメモリアルをこれ優勝したら、あ、そうですね、もうそれ自動的に地元の SG に出れると、ダービーに出られる、はい、青写真は結構完璧に描かれてる。ああ、ありがとうございます、ありがとうございました。ね、わけですから、じゃあ頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあ、トークテーマがあります。それ3つありますから、これ引いていただいて、そのテーマをもとにお話を聞いていきたいと思います、はい、では最初のテーマ、これです。ナイターグランプリ、あ、はい、というテーマでお話を伺っていきたいと思いますけども、史上初のナイター開催のグランプリが今年ここボートレース前で開催されます、はい、グランプリは吉田選手は2014年のオーシャンとって、その年の、そうですね、平和島ですもんね、はいはい、そのグランプリの経験がありますけれども、はい、グランプリってご自分の中での、まあ、経験はしてますけども、イメージとしてはどうですか。イメージというか、もう選手やってるからにはそこを目指してやっているので、めちゃくちゃ出たいですね、はい、そうですよね。もう盛り上がりがちょっとワンランク違いますね。ワンランクとツーランクも、これシリーズもね、もちろん何回も走られていますけれども、シリーズとグランプリは全然こう空気が違いますか。あ、もう、はい、格差社会ですね、本当。格差社会すごいですね。それピットで、ピットで感じる。ピットで感じますね、はい、何やこの格差はと、はい、やっぱりあっちで走りたいっていう気持ちには、まあ、あの格差がいいですね、本当、はい、だからこそ次頑張ろうって思えるんですかね。そうですね、はい、で今年はですね、ここまで優勝3回してまして、地元の記念もおめでとうございました。拍手をお願いします。素晴らしい地元の記念 G1 ね、達成派ですけども、今あの商品的にはどのくらいの位置にいるかご存知ですか。3位ぐらいですか。3位やったかな、さっき見たけど。何位か知ってます、皆さん。大体大体ね、3000万台ぐらいで結構拮抗してるんですよね、はい、今の3500万ぐらいもうすでにお稼ぎになってらっしゃいまして、はい、21位ぐらい手元の方ではという位置なので、まあ、いかようにもこれからなるわけですよ。そうですね、はい、なんで今日僕呼ばれたんですかね。何、当たり前じゃん。え、呼ばれ
れたってことは、あ、いけるってことですか。ありがとうございます。これなんか優遇されるってわけじゃないですよね。これトークショー出たらグランプリ出てますっていうわけじゃないですよね。はい、頑張ります。そうですよ、はい、もうここで喋ってもらったからにはぜひ出ていただきたいっていう。そうですね、すごいプレッシャーになったのでよかったです。何位置に来たんかなって後にならないように、いやいや、もちろんめっちゃ頑張ります。今いいぐらいの位置にいるんで。あ、そうですね、こっから大きいレースも頑張ってもらって、はい、で、ぜひ18人以内に入っていただくっていうのを私たちもファンの皆さんも期待してますから。そうですね、公約したいと思います。はい、聞きました皆さん。ちょっとまあですよ。まあ、できなかったのはないですけど、はい。頼みますよ。はい、公約、はい、ナイターグランプリに出ます。史上初のナイターグランプリ。はい、隅の上はちょっとめちゃくちゃ乗りづらいっていう話がありましたけども、どういう状況でも乗りづらい。あ、水が硬いですね。はい、あ、もう全然違うんですね。乗ってて。はい、なんかそのでもこのコンディションでこういう時は乗りやすいとか、A モーター引いた時は、ああ、E モーターは乗りやすいですね。確かに。やっぱり。あ、じゃあやっぱモーターの引きにかかってるわけですか。あ、それもですけど、やっぱでもいいエンジンでも気をつけないと。はい。じゃあ調整はいつもと違うんですか、他のジョーとは。あ、違うと思います。はい。おお、プロペラの調整が基本的には違う。基本的に違うと思います。乗り心地大事にしていく。はい、いや、まあそれは違うの。それはまあ作戦によりますね。はい、あ、そうなんですね。はい、何コースが隅の上は走りづらいとか走りやすいとかもありますか。6コースは用がないですね。隅の上は、はい、遠い、遠いですね。遠いです。そんなにもうみんな行っちゃってますもんね。行っちゃってますもん。はい、あ、そう、うん、あ、そういうイメージがありますか。ありますね。へえ、まあでもセンター次第ではなんか展開もありそうですけども、記念ぐらいになってくると、大きいレースになってくるとそうもいかないんですかね。そうですね、うん、エンジン出てなくても1コースなら勝ててしまえるかもって思ってしまうですね。確かにそういう傾向にはなきにしもあらず、はい、ですよね。うん、じゃあもうそのイメージも全部いいイメージ持って最後は走ってもらうように。そうですね、はい、ね、今年この後頑張っていただきたいと思いますが、はい、この1年通していつが季節的に合うとかっていうのはあるんですか、吉田選手。そうですね、うん、冬は嫌いです。あ、はい、冬嫌いなんですか。はい、グランプリ冬、まあ、それはまた別でそれはまた別物ね。はい、格差社会のグランプリは別物。基本的に夏は強い。夏はそう、強いかな。なんか春ぐらいから。あ、そうです、ね、あのなんか活躍してるの春夏の気がしますね。ですよね、はい、イメージ的にね。はい、だって SG も夏でしょ。そうですね、はい、基本的に夏男。そうですね。なんですね。もう夏終わりそうなんでちょっと頑張りますな。はい、ね、これ吉田選手に見ていただきます。はい。はい。え、はい。おー、はい、はい、令和初代の賞金王というテーマでございます。はい、まあ、ちょうどね、節目で歴史に名を刻むにはぴったりの。なるほど。で、多分これ絶対言われますよね。ああ、そうです。プレイになったらね、令和初代の賞金王っていうふうに言われるかと思いますけども、まあ、さっきもね、1ヶ月少し話をしていただきました。やっぱりグランプリっていうのは選手にとっては特別な。特別ですね。一回位置を見てみたいですか。え、位置、一番高いところ行って。それはもうもちろん、はい、そうですよね。まあでもみんな同じぐらい努力してるわけじゃないですか。はい、そこから引いてる、抜けるためには何が必要なんでしょうね。それが分かったらいいですね。ね、だってみんななんか普段も多分ボートレースのこと考えてるやろうなと思いながら、はい、そういう選手たちがこう大きい舞台で、うん、吉田選手含めですけれども、はい、活躍しているわけですからね。はい、なんか勝つためには何が一番大事だと思いますか。どんなレースでもですよ。どんなレースでも、はい、そうですね、やる気ではない気がするけどな。やる気じゃない、がむしゃらさは。まあ、がむしゃらさは、まあ、やり方ですね。やり方が、はい、まあ、ちょっと一番になったことがないんでわからないんですけど、ね、いやでも
優勝もしてるじゃないですか、チーム取ってるし。そうですね。何がその時の要因って何だと思いますか。あ、なるほど。まあ自信とうぬぼれと、まあ、程よいうぬぼれが大事なのかな。必要なんですか。思います。はい。で、それレース、その節間中にうぬぼれ度が増していくんですか。まあそうですね。まあ相手にビビってるようじゃ勝てないので、まあ自分が一番だと思えるぐらいの状態になったら、まああんま調子に乗るのと紙一重ですけど、はい。難しいですね。ちょうどいいぐらいの。ちょうどいいぐらいに、はい。あのレース中ですけど、吉田選手はあのご飯とかちゃんと食べますか、節間。ちゃんと食べたら太るんで、食べないですね。あ、結構気をつけてるんですか、じゃあ。はい。もうレース始まったら、ほとんどご飯は食べない。もうご飯食べないですね。うん、へぇ、これ夏ぐらぐらでしょ。まあ3分ぐらいは持ちます。はい。3分は持ちそうです、はい、ということは、まあ、とりあえずベンチを持ちます。で、ちょっと休憩して、で休憩して本番も持つわけですね。3分ぐらいはなんとか。でも合わせて3分、はい、でもその間ボーっとしてるわけじゃないじゃないですか。プロペラ叩いて試運転して、はい、それでも食べない。まあ、なんとかなりますね。まあ、まあ、重たいよりは、はい、軽いフラフラの方が勝てるんで、はい。怖い。まあ、ちょっとじゃあ、ね、夏男の意地を見せていただいて、はい、令和初代の賞金を、まあ、だから賞金王になったことになりたいです。はい、もうとにかく賞金王をまず、はい、ここを目指して、はい、でもう一枚見ていただけますか。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、最大のライバル、はい、これどうですか。まあ、森貞浩二なんですけど、ね、仲いいんでしょ、昔から。あ、そうですね、はい、学生時代から。え、やったんですか。あ、まあ、高校で同じクラスメイトになって、彼が、はい、競艇を教えてくれたので、一緒にちょっと見に行こうぜみたいな感じになって、一緒に行こうぜというか、まあ、連れて行かれたというか、はい、それで2人一緒に目指し始めたんですか。いや、彼が目指し始めました。ほんで、吉田選手は。あ、僕は真似しました。真似したんですか。まあ、ちょっと、はい、彼の、はい、かっこよかったので。今でもじゃあ同じぐらいずっと親友で仲いいわけですよね。あ、そうですね。え、じゃあ、あの森さんの選手のレースとか見ます。まあ見ませんね。最大のライバルですね。最大のライバルのレース、まあ、走る時だけ、はい、え、走る時だけ。走る時だけですね。まあ、昔はずっと気にしてましたけど、レースとかも。じゃあ今日どこ走ってるかあんまり知らない。今日はどこかな。最大のライバル、はい、最大のライバルですね。どっか走ってるのは知ってるんですけどね。琵琶湖走ってる。あ、琵琶湖走ってます。すごいですね。そうですね。あ、今日吉田選手来ると思って、あ、友達や、友達やと思って見てたんですけど、最大のライバル、はい、まあでも、じゃあ最大のライバルと同じ大きな舞台で戦うっていうのは。あ、それいいですね。ね、はい、そういう話したりしないんですか。そういう話はしないですね。一切。何の話するんですか、最大のライバル。ゴルフの話ですよね。何のライバルですか、最大の。まあでもいつかはね、そのまあボートレースを一緒に乗られた、ね、ね、森貞選手と、はい、森貞選手が最大のライバルというふうに挙げていただきました。ちょっとトークテーマ、ここで18人として来れるように頑張ります。こうやって、お願いします。ありがとうございます。